します。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。髪を痛まりながら驚きの速乾スピード、熱ダメージを軽減し、ビガビガ。早速見ていきます。こちらパッケージでございます。サーリス速乾ドライヤー開封の儀オープン。取説、説明書でございます。各部の名称、保証書も1年間有効です。マグネットパーツ、こちらが本体いきます。すごい未来感が漂うな。めっちゃツルツルです。本体は電源コード、こういったゴム製バンドがついております。ポッと外すと止めるサイズも決めることができます。このドライヤーは風量が強い上に温風と冷風交互の切り替えモード、温度の上がりすぎを制御したりと、高級ドライヤーと同じ最新機能を搭載しつつ、価格が1万円以下というコスパに優れた商品です。こちらこの付属、はい、マグネットです。使っても外れることはなさそうですね。軽い力でボタン、たったの2つだけ。ところで髪がダメージを受ける状況、どういうことでしょうか。風速が遅く、高温で乾かす。そうなることで髪が絡まったり、ツヤがない、切れ毛、枝毛が目立つ。では美しい髪に導くには、というわけでこちらでございます。このドライヤー、マイナス4で髪を守りながら潤いを与え、小さいながらも大風量で乾かす速乾ドライヤーです。本体に内蔵されている発生装置により、マイナス4を大量放出させることによって静電気の発生を最大限抑制、そのためツヤのある髪に導きます。おすすめポイント、目次、コンパクト、大風量、大高速で速乾、使える便利機能、エンディングとなっております。一つ目、コンパクト、こちらハンマー型の軽量モデルのドライヤーです。コンパクトでありながら比較的軽い部類のドライヤーです。それにしても持ちやすい。こちらマグネットノズルは磁気仕様のため、取り付け取り外しがめっちゃ簡単。そして本体、ここですね、通気口の内側には 0.2 ミリの本付きフィルターを搭載。はい、パカッと開きまして、超細かなめのフィルターですね。ここにホコリなどがあったら、皮脂などにサッと拭くだけで簡単に掃除することができます。めっちゃ楽。二つ目、大風量、風量は 2.6、 風速も22。というわけで数値上ではかなり大風量ということになります。そしてこのドライヤー、速乾と歌っているわけですぐに乾きます。温度の高さで乾かすのではなく、大風量、大風速で乾かすため、熱ダメージを最小限に抑え、頭皮へのダメージを軽減してくれます。では電源を入れていきたいと思います。通りました。見た目は特に変わりませんね。直感的に見れる LED ライトが搭載されております。こちら長押し、このカラーリングめっちゃ見やすい。上のボタンを押すと、止まるのもっていう速さ。ちなみに高温の場合、これを外すと70度、つけると93度まで上がります。常使える機能、高精度温度検知機能、毎秒100回風温を自動的に検知するセンサーがついております。自動で温度が上がることを抑制、温度が高くなりすぎず乾かせるため、髪の毛の乾燥しすぎを防ぎます。こちら本体、風温と風速はですね、それぞれ3段階切り替えることができます。その他の機能どんどんいきましょう。メモリー機能、前回の設定、これらですねを覚えてくれます。次使うとき便利。音冷、リズム機能、温風と冷風が交互に出るので、温度が上がりすぎずダメージを抑えて髪を乾かすことができます。ワンプッシュ、クール機能、今使っている風量でワンプッシュで切り替えすることができます。いかがだったでしょうか。このドライヤーは風量が強い上に、温風と冷風交互に切り替えることができる機能、温度の上がり下げを制御する機能、またマイナス4のおかげで髪がパサつくことなく、まとまりのある仕上がりになります。速乾ドライヤーを探している、予算は1万円ぐらいがいいなっていう方にとてもおすすめな、サーリスという商品です。カラーバリエーションもホワイト、ブラックがあります。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。こちらでございます。はい、まず持った感触、ツルツルして触り心地がめっちゃいい。じゃあ持ちやすいです。いきます。というわけで乾きました。